だいう大阪屈伸の、大沢です、今日はですね夏にぴったりの、冷たい冷やし担々麺作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の冷やし担々麺はですね、スープはいらない冷やし担々麺にしたいと思いますので、冷たい豆乳を使って、はい、美味しいスープになるという、冷やし担々麺にしたいと思います。はい、じゃあね、まずは担々麺のね元を作っていきたいと思います。はい、豚ミンチとね豚もものコロコロっとカットしたもんですね。この分量はね、いっぱい作っておいていつでも作り置きしておけば便利な量なので1人前っていうわけではないですね。そうですね、やっぱりね食感が違ってくるとね口の中ですごく楽しい食感になるので、こう食べた時のね満足感がねグッとアップしますね。ちょっとねここはゆっくりと時間をかけながら炒めていきましょう。ここでねしっかりと炒めることによってお肉の香ばしさが出たり、日持ちがね良くなりますのでね、しっかり慌てずに、でもねこの焦げたところがねまた旨味なので、これもね大事なとこですね。でこの水分がね今白く濁ってると思いますけども、ちょっとね透明になるまでしっかりと水分飛ばしながら炒めていってください。こんな風にね、さっきよりね、だんだんとこう油が透明になってきたのが分かりますでしょうか。こういう感じがね、大事なところですね。はい、じゃあここにね、豆板醤、豆板醤大さじ1、はい、ニンニクですね、大さじ1、はい、ニンニクとね、豆板醤のいい香りがしてきましたら、はい、ここにね、明太っていう中国のお漬物と、お醤油、お酒で戻したものですね。乾燥してますから、それで塩抜きしてお醤油とお酒で蒸したもんですね。明太ですね、明太、明眼菜、梅の名って書いて明太ですね。これは中華街とかで買えるんですか。そうですね、買えます。もしなかったらね高菜とかで代用してもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ明眼菜も大さじ1ですね。はい、じゃあそこにスープ、はい、じゃあスープ 200cc ですね。はい、でこの時にねこの周りの焦げたところをねこう取っていきましょう。ここがねうまみなんで。はい、そこにね中国のたまり醤油ですね。ちょっとね濃厚な色がついて美味しそうに見えますね。はい、これもこれは大さじ半分かな、大さじ半分。はい、そこにお砂糖ですね。はい、これは大さじ2ですね。はい、そこに甜麺醤ですね。はい、甜麺醤大さじ1。はい、チーマージャン練りごまですね。それで担々麺のポイントなんでね、これは大さじ2いきましょうか。塩も一つまみ入れます。はい、少しだけね、煮詰めていって少しねとろみを出していきます。
はい、イメージで言うとね、このお玉でこぼした時にこう鍋底が一瞬見えるぐらいですね。こんな感じありますでしょうか。こういう感じですね。はい、で今からねこれ冷ましますので、もう少しね濃度が出てくると思います。こんな感じです。でこんな感じですね。でこれをね、冷たく冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、じゃあねここのねちょっと冷やしている間に、即席のラー油ですね。夏らしいシシトウの入ったラー油ですね。でシシトウと白ネギ、はい、そこに、唐辛子ですね。はい、じゃあ大さじ2、はい、でそこにホアジャオですね。で油をね温めていきます。はい、こう鍋からねこう煙が上がってくるぐらいまでですね。はい、じゃこれぐらいの温度になりましたらここにかけていきます。これでラー油は完成ですね。はい、じゃあ今日はね細麺ですね、中華麺の細麺入れていきます。今からね冷麺にしますのでね、今から冷たくするのでちょっと柔らかめやなっていうぐらいまで茹でていきます。はい、じゃあねこれぐらいの感じでね一回はい、じゃこれをね冷たく冷やしていきます。はい、じゃこれをね冷たくね氷水で麺をね締めていきます。はい、じゃあねこれでねもうほぼ完成ですね。はい、で麺のね水分はよく切ってください。水がね水っぽくなってしまいますので。はい、それとね普段でしたらさっきも言いましたけども、まあスープを冷たくしてとかってねちょっと面倒くさいなと思うんですけども、もう買ってきた豆乳冷たいまま注いでいきます。はい、それに先ほど作った担々麺の素ですね。はい、それときゅうりの細切りですね。はい、それに先ほど作った即席のシシトウのラー油ですね。はい、それとまた自家製のラー油で薬味のネギですね。で仕上げに山椒。はい、これでね夏にぴったりの冷たい冷やし担々麺の完成ですね。夏にぴったり冷やし担々麺、どうぞ試食してください。いただきます。しっかり混ぜた方がいい。そうですね、もう混ぜてもらって、下がね豆乳やねんけども、その上の
担々の素と混ぜると担々麺になるという、あら不思議。よく混ぜて、よく混ぜて。いただきます。どうですか。ちょっとクリーミーながらも山椒が効いてて中華感のある担々麺ですね。豆乳ですけど普通になんかあれですか、その味とかっていうのはしっかりと担々麺の味なんですか。あ、そうですね、結構、はい、担々麺の確実な味がしてます。美味しいです。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。